こんにちはめいやです、えー、私2024年3月1日に大腸の内視鏡検査をしてきましたでそこで、えー、5ミリくらいのポリープが見つかり切除してもらってきましたその様子は、えー、少し前に、えー、動画を上げさせてもらっています 3月15日に切除したポリープの生検結果を聞きに行ってきましたでそこで先生に言われたのが「よかったねやっといて」というふうにまず言われましたその後に先生が言ったのが「ポリープは癌だったよ」と言われました と同時に先生はがんと言っても粘膜上のものだから切除してしまえば完治だから大丈夫というふうに言っていただけましたでその時にもう少し詳しく先生には私のポリープがどんな風だったのかっていうので写真を見せてそしてこの写真も 持って帰っていいよっていうふうに頂い,いてきたんですけど大腸の中のカラー写真が何種類か写ってるんですけどとこれ画面上に写してしまうとグロテスクなのでちょっとそれは控えますけど先日撮ってもらったポリープが、まあ、5mm なのでとっても小さいそして平べったいポリープだったんですね。 でそんな小さな平べったいポリープこれはなかなか見つけられないものだったんだよと先生に言われました確かにこの写真を見るとイボのように突起しているものであれば案外見つけやすいと思うんですけど平らに近い状態なんですね。なのであよくぞ先生見つけて くれてありがとうございますという気持ちなんですけども今回感じたことそしてお伝えしたいことをお話しさせていただきます、えー、まず最初に私がなぜ内視鏡検査をしししたかといいう経緯についてお話しします2021年2年半前の11月末に大腸ポリープを切除してもらっています。 その時のポリープが 2cm 強結構大きい2センチ強というふうにあの教えてもらったんですけどもそれがんんだったんですね、うん、その時のポリープも粘膜部分のものであったので切除をしてしまえば完治っていうふうでした。 がしかし早期であったとしても癌になっていたポリープが見つかった私はこれから1年に1度の内視鏡検査をしていきましょうとその時に言われて毎年行っていますこれまでの大腸ポリープ切除のお話をいくつか動画に上げているのでよければご覧になってください この数年男女問わず最も多いがんは大腸がんらしいですが内視鏡検査でポリープを取ってもらえば完治できるがんなので定期的に検査をし早期発見がいいんだなと思いますこれは大腸がんの進行状態を表している図です左側が粘膜部分にできた早期のがん 私が取ってもらったがんは2回ともこの部分でした早期発見できずに放置してしまうとがんは深い部分に進行して転移してしまったりするんですね次に内視鏡検査が確実ですよというお話です3月1日の内視鏡検査約1か月前2月の1日に 鮮血検査をしているんですねこれはあの市町村が行っている健康診断の中に大腸がん検査で検便ですねそれがあったので今年は私はそれを申し込んで検便をしました。そのの検査の結果は 大腸がん検診結果通知書っていうものが届いていて検査結果は整形不要というふうふになっていますなのでああきっとポリープはないんだろうなというふうに思っていたのですが実際に内視鏡検査をその1か月後にしてみたところ5ミリの小さなポリープが見つかった。 ということなのであの懸命だけでは詳しくはわからないっていうのが実際のとこなんだなというふうに思いましたもう一つ私がお伝えしたいことはもしもご家族とか身内の方で大腸がんの方がいらっしゃるのであればやはり要注意だと思いますと言いますのは2年前に 早期でしたけど大腸がんがありそしてまた今回同じように大腸がんだったんですけどたった2年の間に2つ目のがんがあの出てたっていうのはすごいショックだったんですけどどうしてかなって思って自分のねおじいちゃんを思い出したんですけど。 人工肛門をつけていておじいちゃんは「あ,あそうだ私のおじいちゃん大腸がんだったんだな」っていうのを思い出して「そっか」ということは私は大腸がんにななりやすいいだなと思いました写真を見せてもらいながら先生がおっしゃってたのは「がんになりやすい体質だね」っていうふうに一言言われました。 ということで、もしも身内の方に大腸がんの方がいらっしゃるのであればやはりあの内視鏡検査を定期的に絶対に行った方がいいと思いました大腸がんになりやすい食生活っていうのもあってまあ、例えばこんな感じですよね 脂の多い食生活って大腸がんんになりやすすいいらしいんですねでそういうことを言うのであればお肉もきっちり食べ,る食べているので、まあ、そのお肉食べるっていうことはがんになりやすいのかもしれないんですけどもお肉から取れるいいとこもいっぱいあるのでこれからもお肉は食べていきます。まあ、お肉を食べるのであればやはりやそあの脂が 腸の中にきっと残りやすすいですよねポリープとか腫瘍ができやすいというのは否めないことなので先日視聴者さんが教えてくれた食材で体にたまった油や毒消しに期待できる食材はほら大根これがすごくいいらしいんですね。で大根をこれから 食べていこうと思うのともう一つこちら切り干し大根これもすごくいいみたいですでどんな風にいいかというと皮ごとすりおろした大根おろしは強力な解毒作用がありがん予防に効果的大根おろしにはビタミン C も含まれているので 細胞の発生を防ぐ効果も期待できるそうよ。切り干し大根の薬膳効果として体にたまった油を溶かしてくれるそうです予防していくためには生活習慣をいろいろと改善していく必要があると思うんですけども私は食べ物から摂取して健康に なっていきたいなというふうに思うので、ちょっとしばらくの間はこの大根を買っていきたいと思っています。はい。 ここまで見ていただいた皆さんご視聴どうもありがとうございましたまた次回の動画でお会いできたら嬉しいですさようなら